では今回はですね、まあこれも舞鶴にある東山防空指揮所を、ね、紹介していきたいと思います。ここもですね、まあ一般公開されておらずですね、こう、なかなか簡単に行ける場所ではないんですけれども、まあ紹介していきたいと思います。この連合軍がね、まあ爆破してね、当時はね、まあ、地下鎮守って言われたようで、まあ上には山があってですね、そこの山はちょっと土ね、ふと埋めるために取られてしまってですね、その陶器の振動かなんかでね、だいぶ天井とかもちょっと落ちてしまったという、まあそういったこともあってちょっと危険なようなんですけど、まあ私が見る限りね、あ、安全に見学できましたね。で、場所はですね、まあこのね、山なんですけれども、まあ当時とね、山の形は先ほど申し上げたようにちょっと違うですね。まあ、立ち入り禁止の場所なんでね、ちょっと入り口とかはね、非公開にしたいと思います。まあ、なんでこの活動をここに行ったかというと、まあ、一応ね、その観光地化としてね、されていたんですけれども、ちょっと、なかなか今進まないということでね。まあ、その、まあ、安全性の確認とかね、そういった意味でも、まあ、場所的にはね、この東庁舎のところですね。これ自体はね、インターネットとかにもね、まあ、載ってますんでね。入り口のところとかちょっとね、言えないような。状況ですね。ここも近畿財務局とね、まあ、前寿司さんに大変お世話になってですね。あとまあ一緒に行ってくださった方もね、いろんな知見をもらえてありがとうございました。もう見る通りね、まあ、ここにすっごいこう、かまぼこ型のね、広いホールがありまして、木造のね、2階建ての建物があったりですね。まあ、ここら辺にちょっとそういったものもね、残骸なんかも残ってますけど。まあ先ほど申し上げた通り、その連合軍がね、まあ GHQ が爆破してですね、もうちょっとなかなか隣の発電室、合室まで行けなかったりとかですね、誘致が埋まってたりとかね、そういった状態です。で、こういうね、木とかね、そういったものもね、いろいろ落っこちてますね。まあ水もね、すごい染み出ててですね、カルシウムが多いのか、こう、鍾乳洞のようにね、なっているところも、まあ、ここもですね、一応コンクリートで巻かれてね、入り口になってるんですけれども、この通りね、まあ、途中で埋まってますね。まあ、こことかもね、ちょっと鉄がとかね、こう、管の跡とかね、残ってますね。で、これ奥の方なんですけども、ここはもう土砂が入ってきてね、完全に埋まってしまってます。これは右側のね、発電壕に ごめんなさい、失礼しました。通じるね、壕なんですけど、ここもね、もう爆破されて土砂がね、埋まって使えないようになってます。まあ、もともとですね、これ全部ね、爆破して壊そうと思ったらしいんですけれども、まあ、頑丈でね、壊れなくて残ったというかね、当時のコンクリート技術というか、日本軍のね、その設計技術の頑丈さでね、こういった状況で残ってるということですね。これももうちょっと炭化した木とかね、そういうものがね、まあ、ここもちょっとね、埋まってるんですけど、ちょっとかろうじて奥まで行けたんで見てきたんですが、まあコンクリートでね、こういうふうに巻かれてますね。瓦礫とかもね、いっぱいあってですね、もうちょっとね、これ以上進めないという。状況ですね。まあもしかしたらね、これ掘ったらね、まあ不発弾とかそういったものを含めてね、まあ何か出てくるかもしれませんね。ただ危険なんでね、ちょっとどうしたらいいものかなと思います。これはレンガですね。こういったレンガとかね。これがもうほんと鍾乳洞化したね、壁なんですけど、まあ見ての通り、ここもね、爆破して、でですね、しようとしたみたいなんですけども、まあ、それで途中で諦めたっていう感じで、ただ、爆破したがためにですね、まあ、水がね、すごい漏れ出てるような状況ですね。もはや、もうすぐね、舞鶴鍾乳洞といったところですかね。じゃあね、入り口の方ですね。赤レンガがね、こうあるんで、入り口はちょっとレンガがあったのかなっていうのがね、想像できました。一応ここもね、ちょっと砂利が粗いかなとは思うんですけど、コンクリートでも曲がれてね、きちんとした、使
構なものになってますね。床にですね、こうやってね、タイルとかもあってですね、もしかしたらトイレとかかもしれませんけど、ちょっとよくわからないです。まあ、こうした感じでね、まあ、非常によく残ってるんで、早くね、一般の方が公開される日をね、待ちたいと思います。ではね、以上になります。ありがとうございました。